はい、じゃんくん、おはよう。はい、またですか。よいしょ。はい、寝るよ。どうですか、膀胱炎の方はどうですか。今日の感じは、見た感じは全然健康そうなんですけどね。はい、はい、はい。そして毎日同じように甘えてます。はい、夜中。はい。はい。はい。上機嫌に見えるけど、どうかな。どうですか、じゃんけん。はい、じゃんけん。お正月バージョン、じゃんけん。じゃんけん、かわいい。じゃんけん。はい。よいしょ、ブラシしますか。ブラシがいいな。はい、治れ治れ、膀胱炎治れ治れ、治れ治れ治れ。少し治ってきたね。ね、じゃあいくね。はい、散らかってます。はい、ジャン君にお薬入りチュール今準備中です。ジャン君、ポンちゃん、おやつだよ。でも出てきません。寝ています。こたつの中から出てきません。はい、ジャン君。ジャン君、ジャン君、おやつもうそこの入り口まで持ってってあげようか。間違ってポンちゃんが食べたらいかんね。そうね。あ、ジャン君、おいで。ジャン君、ジャン君、はい、ジャン君、どうぞ。木川さんね。ポンちゃん、どこにいるの。この奥に。顔どっちに向いてる。多分向こうにあるんじゃないかな。お尻がこっちにあるかもね。あ、そうなの。じゃあ気づいてない。
まあ、今ポンちゃんにあげちゃうと、うん、ちゃんくんがそっちに気取られたら困っちゃうしね。えらいね、ちゃんくん食べてるね。おいしい？出るの？おいしかった？ちゃんくん偉かったね、ジャン君。いい子だ。お利口さん。ちょびっと残ってるよ。はい。今はどこ？いた。いた。はい、まんまと食べます。場所が変わると食べられるのかな？うん。えいよ、どうぞ。はい、これで注射1日目、2日目の薬、3日目の薬飲みました。まだちょっと、2日目だよ。だから2日目は薬、3日目は薬、うん、あ、そうそうそう。で、昼間はね、結構、まあ寝てることが多いので、トイレの頻度はなかったんだけど、夕方ね、ちょっと続けていってたから、これでまた落ち着くといいね。今このこたつベッドというかハウスというかの中に、ジャン君とポンちゃんは入って、まあ、抱き合って寝てる状態ですね。こうやって寝ててくれるとですね、トイレに何度も行くっていうことがなくて、いいんですが、やっぱり、そんなにはまだ回復していないようなので、ポンちゃんをお願いします。寝かしつけてですね、できるだけその負担を減らしてください。そうすると、1回のおしっこの量は、増えるようなので、その方が良いと思います。それとね、あったかいのがいいんじゃないかな。暖かくして寝てくださいね。